そう、今、その電磁波がどんどんね、あって、あることを、ある問題についてを、アメリカのバイダイナミック研究所の所長さんのヒューが言ってたのは、その電磁波、電波を飛ばすためにっていうのかな？そういうことを使っ、やるので、その空中にあるいろんなミネラルをそれ使ってしまうと。それはその人間にとって必要なミネラルだったんだけども、それがどんどん使われてしまって、だから人間はその今、そのミネラルを塩を通して、本来の塩っていうのはまあミネラルがいっぱいある塩なんですけど、それを取ることで、そのミネラルの不足を補うんだよ、みたいなことを言ってた。なるほどね、みたいな。ただ、その塩を取ったとしても、その生成塩だったら、そのミネラルがない、まあ、味だけは科学的な塩の味をしているけれども、人間本体が必要としているミネラルが入っていなかったり、漂っていたりとか、っていうことで、食べても食べても、そのミネラルがまたそこからでも取れることで、ますますもっと塩を欲しがる。満たされないからもっとっていう風になっていく、そういう悪循環というのかな、が起こっているんじゃないのかなって思う。そう、塩だってやっぱり今、そのハーブソルトの塩をいろいろ変えるつもりで考えているところだったので、このミネラルっていうのも、その生成の仕方によってミネラルが、まあ、変化してしまったりなくなってしまった。で、あとやっぱり一つの地方の量だけだと、ミネラルバランスが全てあるわけではなくて、偏っていたりとかっていうこともあるらしく、なるほどね、と思ったんですけど。そう考えていくと、いろんな塩の掛け合わせみたいなので、ミネラルも補完し合って、バランスのいい、また必要なミネラルが、まあ、食べることを通して体にちゃんと入るように、生きた体として入るように、ことがいいらしいんですよね。だから、塩については次に出てくるんで、また、けども、電磁波ね、電磁波。アーシングするとか、なんですかね、ことすってはね。そのお友達は、海ってね、海岸歩くと、すごい変わると、わかりますって、自分の中の、こう、それがこう、通っていくっていうか、もう、降りていってなくなって、自分がすごく楽に軽くなれるって。だから本当に、まあ、潮風に当たり、別にそこの潮を通るわけじゃないけど、その海の風に当たりながら浜を裸足で歩く。そうするとすごく変わると言ってましたね。ここにも塩ありますもんね。うちもあってみね。ねOne of the 鳥山さん friends, it said them, if after, sometime visit the seaside and then walk by barefoot that beach and then very take out purify or clean up being feeling. So the mineral is ocean water and then the sand also, good. Yeah, it's good for you to ocean. I like to go to the ocean sometime. ね。More本当だoften ね。than I do. なんかこの頃私も海行きたいなっていうのもあるけど、でも今までそんなにあんまり思ったことはなかったけど、ちょっとこの頃行ってみたいなって気になってたね。
今のは、うちのあたりの、うちもね、このあたりってすごくこう自然に恵まれてると思っていたけれど、やっぱし、うちのとこ電線が張り巡ってるし、で、車なんかでこう走ってると、そのラジオなんか聞いてると、そのわーっと、なんか妨害電波じゃないけども、すごいザーって入るとこがあるんですよね。どこかなって思うと牛屋さんのとこなんですよ。ものすごい使ってる。多分電気を。もう音が聞こえなくなる。ラジオの音も何も。わーっていうのが入ってきて。だから、なんか今の牛屋さんっていうのはすごく電気使ってるのかな。私、どういうあれか、私も詳しくね、電気の関係わからないんだけども、そうやってこう、音が聞こえなくなるぐらいなってしまうので、今の牛屋、で、夜までね、8時ぐらいまで、明るくて、その後パタッとこう消えたりするけども、だから、それで今なんか何でも、機械化されてるっておっしゃってて、楽にはなったけれど、糞尿を片付けるのから何から全部、ほとんど機械がやってる、オートメーションみたいになってるんだよってこと、この間聞いて、人は楽だけど、でもやっぱし、目がいかなくなるって言って、普段ね、牛の近くに行ってそういうことをするから、いろんなことこう感じたりね、あ、ちょっとこの子あれだなとか感じれたものが、仕事は楽で時間もすごくね、働く時間も、ちょっと気をつけて、機械に任せてるっていうか、そういう感じになるけれど、でもそうすると今度本当にこう、なんて言うんだろう、牛さんのところがちょっとまた離れちゃう。そうすると、乳房炎とかね、なんかいろんな体調の悪さとかに気がつけないっていうか、ということはおっしゃってたかな。One of the place when the Toriyama-san farm around is a kind of nature feeling, but he thinks, but even though the drive around there and then sometimes a radio has a certain big noisy sounds, that is always daily farmers beside of the road. So daily farmer is a lot of electric things. Sometimes you can hear it go to a farm on your radio. Radio is because of the electric fence. Sometimes you hear it on your radio or your cell phone. And pump and certain fan and big fan and I expect the show, so everything the automatic by machine now, daily farmer and manual take it out is an automation machine and then feed also sometimes like computer feeding or they don't Very need it much to really know. high tech. Human is easy but cannot see well about the cow or ロケット搾乳とかっていうのもあったりするんですけど、その分何億とかわかんないけど、もう借そうです金取ね。っておくわけですよ。だから、働くと言いつつ、それを支払うための労働ってずっとずっと続くっていう、怖い構図だなと思っちゃうんですけどね。うちなんか本当に1頭とか2頭手絞りやってるわけで、経営的にはどうよっていうところはあるんですけれども、肉にしたって1頭2頭、2頭ってことはこの頃ないけど、2頭とか3頭ぐらいを1年に肉にするだけで、少しずつそういう会員さんとかに買ってもらっていて、回せている。ある程度の
まあ、止まった収入にもなってるっていうところもあるんですけど、なんか、大量生産とは全然違うことをさせてもらえてて、まあ、自分たちでやってるとはいえ、ありがたいよなって思うんだよね。なんか、搾乳してても多分、なんかビジターで来ている人たちもこう、ほんわかした感じで見て、なんだろう、牛、毎日毎日とにかく見てるじゃないですか。牛、搾乳する牛なんか特に、ね、今日は機嫌悪いね、とか。ここは痛いのね、とか、乳頭、腫れてんのね、とか、頑張ってやろうね、とか言いながらやってるから、搾乳してるから、なんか、そんなんでいいのっていうふうに思ってる人もいるかもしれないし、ああ、なんかね、全然、こう、やってることの、が違う、びっくりするだろうなって、普通知らなければそういうもんだと思うかもしれないけどね。酪農家さんを知ってる人だったら、何してんだろう、ここって感じになるんだろう。この辺で、そうやって放牧してるで、肝別に、宝牧場ってあるんだけど、自分たちでね、やっぱり普通の酪農の形をもうやめることにして、で、牛たちが本当幸せに生きられるようにって、初めてね、チーズだとか作ったり、アイスクリーム作ったりとかしながらやってらっしゃるんだけど、家族で。で、そこの牛たち、ってか、そこ通るだけでね、気持ちいいんです。本当、牛たちがね、気持ちよさそうに放牧されてて、で、本当にこう、なんとかゆったりしてるのが感じられる。それ見たら、景色見ただけでね、そこ通るときは幸せな気持ちになる。ああ、本当に穏やかな牛たちが、そこで、いるなーっていうのが。すごいことですよね。全然違うのかな、やっぱり。ですなんか。ね。ものがなんか、なんか時々牛の鳴き声聞こえてきたりするんだけど、なんで鳴いてるんだろう。なんか言いたいのかなって。ちょっと悲しげな声というか、なんか、こんなに牛って鳴くのかなみたいな。なんか、時々聞こえてくるんだけど、こう、牛の言葉が分かったらね。いや、なんかもう表情で分かります。まあ自分とこの牛はね。他の牛は分かんないけど、自分とこの牛はなんか分かってるけど、来ないね、みたいな。なんか、あの時期は別にそんなにこれは食べたくないのね、とか。会話し合ってますね。このテレパシーじゃないけど。お互い。そういうの、だからその山の上、電磁波、やっぱ薄いので、それから満天の星を見ながら、ね、私たちはこう、夜はここに戻ってきてとか、まあ、ここまでじゃなくて、山の家に戻ってくるとしても、牛たちはもうずっと、まあ、夏の間は、そこにいて、その星々の輝きを見てというか、感じてというか、そういう存在のままで、草だけを食べて、集中して、消化してっていうことをやってることを想像するだけですごいことを知ってるよなっていうのを。電磁波が避けられたら、やっぱり奇跡な感じだろうな。この成長にとっても。でも、上では全然電気のものはほとんど使わないでしょ？
牛さんがいるところではね。いや、でも電柵は回してるんで、電気の周りは通ってますね。でも電線は来てないから、うん、まあ、わずかなものですけどね、電柵の電気なんていうのも。うん、素晴らしい環境ですね、やっぱりね。まあ、ね。あそこの隣町でも放牧してるところもいくつか何軒かあって、あちらも山の上でこうやってる放牧してると本当にまあ素晴らしい環境で。だから、やっぱ本当に稀なんですけどの、日本の中でも本当に稀な飼い方だけど、まあ、全然違うんじゃないかなと、うん。牛のミルクにしても牛自身にしても、うんまあ、私たちもそれで、なんかこう違うところに行ってみないと何が良かったのかって分かんないぐらい、これが普通だと思ってるからね。うん、けどはい、大切な、大切なっていうか、できればそういうことをね、まあ、意識して避けられるところは避けて、いけるようにした方がいいよなと思う、うちの周りの、ね、電線がね、うん、あの張り巡らしてて、私気がつかなかったんだけど、友達来た時に全部電線に囲まれてるねってよく見たら本当に畑が全部こうね、あの、うん、電線走ってる、うちのところに来るのが最後にこう来てるんだけど、うん、そしたらあのこの間お話、あの北電の方からね、あの電気をお隣さんがもう一つ入れたいからもう一つ増えるって、でそのために工事するためにちょっと入りますって言ってて、でそれはそれで OK なんだけど、そしたらやっぱり電気がこうやって無駄に回ってるから、それをちょっとショートカットしたいって言って、でそのためにこういうちょっとまた工事まだ今年の年末ぐらいになるかもしれないけど入りますって話が来て、やったーと やったーと思ったんですよね。わざわざこうぐるっと回ってたけど、結局自分の男に入るためだけにこう電線が変な風に回ってて、昔のなんかね、名古屋でそのまま使ってたような形だけど、それがショートカットされて長屋さんのところで通るみたいな、そうするとうちの畑の周りの今ずっとあったのがなくなるんですよ。それはすごいですね。そう、だからそれすごい嬉しくて、なんか、あっとか思って、よかった、みたいな。エンジェルがいただきましたね。嬉しいと思って、うん。一つね、嬉しいことでした。なんか木もね、やっぱりその周辺にあるってことは木が大きくなれないし、そのためにこうちょっといつも木のことをこうなんていうの、伸び伸びさせてあげないで切らなきゃとか、そういうことばかりこう気にしなきゃいけなかったから、そこら辺からもうちょっと解放されて、すごいな、うん、そうだ。森山さん、the garden is always the electric line. The pole, electric pole is around it. Get the electric by home. But now, soon, the electric company announced to the 鳥山さん is make change the line because surrounded and then become the home. But you don't need, it's not needed to surround it.It's go back to the other place to direct to the Toriyama-san's home. And then it needed the surrounded fence line, you know, to electric line to take it out soon. So she's really happy. よしよしよし。よし、天使たちが働いてる。はい。おかげさまで。すごいすごい、ね。うちも今、電気の、その、乳製品の製造室の方にね、三層という工業用の電気をね、引くことんですけど、畑ではないんだけど、まあ、借りてる場所のもう一個に、もう一本その電柱を立てなきゃいけないか、どうなんだろうと思ってたら、それなくてもいけるってなって、うん、まあよかったけど、まあ、うん、その、製造室用に、肉の製造室には冷凍庫
が2台入って冷蔵庫だったり、まあ、これから乳製品やったら乳製品の機械なんかも電気を使わなかったらいけないとか、そこは、そのオフグリッドではちょっと厳しい、もう難しい。まあそういうのもバランス取りながら全く全部なくすっていうことは難しくて、考えながらですけど、まあ、とにかくその農場の事務所とかその製造室に入っていく電気は地下を潜らせていて、なるべくそういうことも、被害がないような形にしてはいるので、今回もそれに沿ってというか、どっちにしろ電気はね、家の方に引き込むことにはなるんですけれども、まあ、それで、まあ、ビジネスとしてやっていく場所と、畑の、畑、いや、うん、環境はちょっと違って、ってというか、統一するのは難しいので、それはそれでやっていくしかないよな、というか、そうやっていこうなと思ってますね。話長くなりました。ごめんなさい。じゃあ、先にもう一個読んでもらいます？はい、ちょっと待ってくださいね。4の11の問いですね。